い、ロハンの伊沢です。今回は、東京サロン2022ロハンブースで、展示してた白のスノーホワイトカラーの86の、制作動画から、車両紹介を兼ねて説明していきます。まず、全体このグラインダータトゥーですね。これ全体にグラインダータトゥー入れれるっていうことは、事故歴がないっていう、逆にねそういう証明になります。でこの車は、僕が直接業者さんからワンオーナーですごい程度がいい86を仕入れさせてもらいました。で転換剤入れて、完全に錆を抑えてから、こうやってスノーホワイトを、一旦、薄く全体に入れます。こうグラインダー入れた後に転換剤入れて、この転換剤っていうのがその時点でね、サビが若干発生してたらもう色が変わるんで、そのチェックの意味と、それ以上に通常のパネルが酸化していかないっていう、その転換剤プライマーですね、密着を上げるためのものでもあって、その上から一旦クリア拭いてフラットにしてからキャンディー、スノーホワイトですね。でこのローハンのアイスキャンディーは基本的には、紫外線で色あせしないです。顔料ベースで全部作っててね、細かく砕いて、紫外線照射テストもきっちり受けてます。で、またサンディングして、今回はねトライバル、こうやってちょっと暴れるようなトライバル風のデザインを、入れてみました。86に合うような感じで、ちょっと今までとは違う感じで見せてます。で、フェードラインで、マスキングテープの上をこうやって、なぞっていきます。これ撮影しているところを僕が後ろからまた撮影してます。で、一旦乾かしたら、ちょっと今ずれてますね、もうちょっと下がってくると思うんですけど、マスキングしたテープをこうやって細かくインセットで、カッティングのシートですねを剥がしていきます。これ結構ちゃんと下処理しとかないと、こうやって細かいテープきれいに剥がれないんで、この辺とかもねすごいこだわって仕上げていってます。で、いろんなところで今ねグラインドタトゥーっていうのを、僕も講習会を結構して、技術とかを伝えていってるんですけど、我流で結構やってるところがあるんで、鉄板にグラインダー入れるとかはねある程度覚えていったらできるんですけど、その後の処理とかグラインダー入れる時のエアーの状態ですね、きっちりしたコンプレッサードライヤーを使ってエアーからの水分を全部取るとか、そういうことを徹底しないと、ちゃんとしたやり方をしないと絶対錆びます。で、テープめくって、こんな感じで、デザインが浮き上がってきます。でこのスノーホワイトの色もオリジナルの色で全部作っていってるんで、完全オンリーワンのカラーリングになりますね。で一旦クリアで押さえた状態になります。で意外とねスノーホワイトのグラインダーを前面に入れた車って1台もないんで、今回そういうね綺麗な色味を見せたいなっていうのもあったんで、作りました。車の程度もすごいいいんで、ちょっとこうデザインを、ちょっとオリジナル感出るような感じで、作っています。光入ったらねこうちょっとゴールド風に光るのがこうスノーホワイトの特徴ですね。ボンネットも、左右対称に、左右ボディサイドもですね左右対称に入れてます。太陽光の下で、こんな感じでギラギラっと光ります。ホワイトベースのカスタムって結構少ないんですけど、こういう感じの見せ方でね
で、エアロパーツは全部 TRD で揃えてます。で、リアは後期のバンパーはめて、後期のスポイラーですね。で、リアウィングはカーボンで、外品の、ウィングをつけてます。まあ、すごい、まあ、めちゃくちゃね、綺麗な車やったんで、まあ、内装もすごい綺麗やし、これはすごいおすすめの車になってます。またよかったら、直接ね、問い合わせもらったら、多少の値段交渉もできますんで、またこの車販売していきますんで、気になったことは、方はまた連絡ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。